時計を見ろ。5秒で遊ぶ瞬間アクションメイドインワリオシリーズの最新作が登場。今回の舞台は南国リゾート。ようこそバリオモロ島へ。この島で挑むのは全身を使ったプチゲーム。プチゲームに重要なのは構えと呼ばれる様々なポーズ。伸び上がり、指定された構えでスタンバイし、出されたお題に瞬時に挑む。操作方法は構えによって様々。連続して出題されるプチゲームを攻略できるか。ジョイコンが2セットあれば2人で協力しながら進めることも。ステージのラストにはボスが登場。プチゲームとは異なる戦いが待ち受ける。打ち返せ。ゲームを進めていくとエクストラステージが遊べるように。トレーニングを始めよう。体を激しく動かすプチゲームだけを集めたマッスルエクササイズや、ハイスピードになったプチゲームに挑む激ムズなど、テーマごとに遊べる様々なステージが登場。綱引き、もちろんエクストラステージも2人でプレイが可能。中には2人専用のステージも。お宝を守れ。一度遊んだプチゲームはミュージアムから遊べるように。進め。駅に止まれ。苦手なプチゲームを特訓したり、プチゲームのテンポを速くして遊んだり、お好みでプレイできる。2人から4人で遊ぶことができるパーティーモード。ギャラクシースゴロクはめちゃくちゃなマスの内容でルール崩壊。ドクターに聞けは、足を交互に上げながら、出される指示をプラスしてプチゲームに挑む。プチゲームをしながらダンジョンを進むこっそりメデューサ。途中で石にされないよう要注意。最後の一人になるまでプチゲームで戦い続ける生き残りマッチ。どっちがプレイしてるでしょうは4人専用のゲーム。2対2のチームに分かれて本当にプレイしてる人を見抜けるか。一人でもみんなでも200種類以上の瞬間体感プチゲームを遊び尽くせ。超踊るメイドインワリオ。